東北ユースオーケストラは福島、宮城、岩手の3県出身の小学生から大学院生まで92人が所属している混声オーケストラです。去年3月に亡くなった音楽家の故坂本龍一さんが震災後の2013年、音楽を通して心の復興支援をと設立し監督を務めました。昨日の演奏会にはオーケストラの団員のうち15人が出演し、坂本さんの代表作ラストエンペラーやリタニーなど7曲を披露しました。弦楽合奏がとても心に染みて、ちょっと泣きそうになりました。坂本さんが天国で聴いてくださってるんだろうなってことが感じられました。訪れた人たちはオーケストラの繊細かつ力強い音色に聞き入っていました。